やっぱ日本の男性はやっぱりあの昔の男性は育休っていうのは考えられなかったので、奥さん嫁がしっかり一人で子供を育てる強い女性が日本人には多いので任せてました。国会議員の方が取ることによって日本全体に育児休暇を取りやすい状態がなるといいと思います。私の周りでは男性が育児休暇を取ったという話も聞いたことがないので、男女関係なく当たり前に育児ができる世の中に乗っていけばいいと思いました。30年前だ、自分の時は30年前だったんで、もう旦那さんが育休取るなんて考えもしなかったんで、すごい時代の差を感じます。すごく勇気のある行動だと思います。夫婦で力合わせて今まで以上にいい子を育てる社会の風土が広まっていったらいいなと思います。